関東地方整備局によりますと、世田谷区などを流れる多摩川が二子玉川駅周辺の多摩川地区で氾濫しました。二子玉川駅周辺の多摩川地区で氾濫したということです。堤防を越えて水が流れ出たということで、周辺の住民に安全の確保を呼びかけています。多摩川地区は住宅やショッピングモールが立ち並ぶ場所です。東京世田谷区などを流れる多摩川が、先ほど二子玉川駅周辺で氾濫しました。 安全な場所からお伝えしています先ほど今、スタジオでもありましたように氾濫した多摩川はこの川の向こう側二子多摩川、世田谷区そこで起きたということです、国交省によりますと堤防のない箇所で水が流れてしまった、えーまあ、氾濫が起きてしまったということなんです、そしてこの川の向こう岸ご覧いただくと、えー、赤色灯が見えますでしょうか。はい レスキュー隊の接触塔とみられるところが見えると思うんですけれども、えー、救助隊が恐、ね、らく救助隊がこの川岸に向こう側は神奈川県の、えー、武蔵小杉になるんですけれども、あそこで何かがあったと思われます、えー、詳しい情報は分かっていませんが、今も水位は高い状態ですので、えー、救助隊が駆けつけて、えー、何か救助活動などが行われているものとみられます。 高い状態です流れも激しくなっておりますので、えー、引き続き厳重な警戒が必要です。